ベルリンのボルジッヒ工場の門1847年のボルジッヒの機械工場最初の蒸気機関車の図、ボルジッヒはベルリンに本拠を置くドイツの機械製造企業。かつて蒸気機関車の時代にはその有力メーカーでヨーロッパ最大、世界でも第2位の地位を占めていた。アウグスト・ボルジッヒは初期から鉄道に関心を寄せ、経験も少なくリスクもあったが、 オラーニェンブルク門の近くの諸星通り機関車用の機械工場を設立した。創立は最初の鋳造が成功した1837年7月22日とされる。相当な経費を投じた最初の機関車は製造ナンバー1と名前防ジ具を担って1840年に完成した。この機関車は内体枠 2A1 の車軸配置であった。 7月21日には、ベルリン・ユータボーク間の鉄道で、ジョージス・チーブンソンが作った機関車との競争が行われ、経験不足にもかかわらず、ボルジッヒの機関車は10分差で勝った。これは、ドイツ人が英国製と同等以上の機関車を作れること、機関車とエンジニアの輸入がもう不要なことを示した。このご注文は、急速に増大。 同型の6両を1842年にベルリンシュテッティン鉄道とオーバーシュレージエン鉄道が購入した。ボルジヒ社は当初建設用等の部品も鋳造したが、ほどなく重点を機関車製造に移し、ボルジヒの名が今日まで機関車と結びつくこととなった。1843年までにプロイセンの鉄道各社が18両の機関車を注文した。 1844年にはベルリンの産業フェアで24両目の機関車を展示、そして100両目の機関車は1846年に完成した。一方、ボルジッヒは算数支給電の噴水用蒸気ポンプを製造、ポツダムのニコライ協会のドームとベルリン王宮の建設にも参加した。新しい鉄道がドイツ中で作られていたため、 同社はこの時代に急速に拡大していった。1847年にモアビト鉄工所の建設を開始、1849年に創業開始した。キルヒ通りの工場が1850年に買収され、3つのベルリン工場の従業員総数は1800で、ボルジッヒの会社は当代の大企業の一つになった。浮遊になったボルジッヒは、 多くのアーティストの講演も行い、行動的で厳しいが正当なトップと言われた。労働者福祉としては、疾病基金、総裁基金と貯蓄銀行が作られ、会社には教育室、食堂、プール付き風呂が設けられた。1840年代末までの成長で、ボルジッヒは1848年から1852年の経済危機をほとんど損害をこむらずにしのいだ。 1851年からは、ワルシャワウィーン鉄道とゼーランド鉄道など、外国の鉄道会社からも注文を受けた。500両目の機関車が1854年に、完成した後に、ボルジッヒが得た、数密商業顧問館の地位は、同社の独占的地位を許した。1854年には68両の、 新しいプロイセンの機関車のうちの67両がボルジッヒの工場で製造された。しかし成功の頂点で彼はその年の7月6日に死去した。アウグスト・ボルジッヒの死後、同社は息子アルベルト・ボルジッヒの指導下で拡大した。1000両目の機関車の完成時には多くの著名な客を招き大きな祝賀が開催された。 当初50人の労働者で始まった会社は2800人の従業員を要していた。同社は拡大を続け、1862年に生産の一部をシュレジエンのザブルツへ移転した。1872年にボルジッヒはヨーロッパで最大の機関車メーカーになった。アルベルト・ボルジッヒはドイツ機械製造者を ドルトムントのケルン・ミンデナー鉄道沿いに共同で設立した。しかし、ボルジヒ最盛期は1878年にアルベルトの死で終わった。以後も創業家主導が続き、多数の機関車を作り続けたが、他社にシェアを奪われ、危機に瀕した1930年にアイグと合併。以後もボルジヒは、世界速度記録を持つドイツ国営鉄道霊語系のような、 多くの有名な機関車を作ったが、合計16,352両の機関車製造の歴史は、1954年を最後に終わった。第二次世界大戦後、ボルジヒ株式会社と呼ばれた同社は、ラインメタル、そして国有会社バイアグの参加に入った。そして1970年、民間のドイツバブコック株式会社に売られた後、バブコックボルジヒ社という名称になった。 2002年7月には、ボルジッヒは、その親会社の危機器で再編成を迫られた。2004年、ボルジッヒは、ツビっカウ機械工業を買収した。2006年に、ボルジッヒは、産業用ボイラーメーカーディム KW を買収した。圧縮機と送風機のメーカー。ありがとうございます。